今回特別に当日の写真を持ってきていただいたとお聞きしました、はい、見せていただけるんですか。これですか。あら、ああかっこいい新成人になった浜辺さんにはですね、二十歳の抱負をこのガーナ特製の絵馬に書いていただこうと思いますはい、準備はよろしいです。お、書きます。いいですか、準備、はい、ではお願いします。お願いします。では発表お願いします。はい、ほがらかにです。ほがらかに、はい、それはどういった理由でしょうか。ちゃんとしたい、こう正しく前を向いてやる責任感を持つっていうのはもちろんあるんですけど、それよりもこう心を穏やかに、人に対してほがらかに、自分もほがらかにこう焦らずに進んでいけたらなという思いを込めてほがらかにしました。そんな女性になりたいです。はい、素敵、はい、ちなみに新成人である二十歳の頃の吉田さんはどんな方だったんですか。二十歳の時はもう飲みまくってました。え、まあ本当に地元の友達と遊ぶのがもう人生の全てだったんで、でまあやっぱ二十歳になってお酒が飲めるようになったっていうのもあって、なんかすごいテンション上がっちゃってて、いいと思います。あれ、そして今回特別に当日の写真を持ってきていただいたとお聞きしました。はい、見せていただけるんですか。これですか。あら、ああかっこいいいいですか、見せちゃって。これお願いします。じゃじゃん、すごい、本当にすごい絵みたい。二十歳の時にイベントをやったんですよ。そのファンミーティングみたいなもの。多分その時も確か墓まで出たから、多分その時の写真じゃないかな、これ。すごい。多分ですけどね。違ったらごめんなさいですけど。いや、すごい。はい。新成人の皆さん、この度はおめでとうございます。皆さんもついに大人の仲間入りということで、僕にとって大人というのはですね、思いをちゃんと言葉にできる人かなと思います。僕もそんな大人になれるよう日々頑張りますので、皆さんも自分なりの目標を持って一緒に頑張りましょう。応援してます。おめでとうございます一緒に新成人になる皆様、この度はおめでとうございます。一緒に前を向いて新しい階段を一つ一つ登っていけたらなと思います。私にとって大人は自分のことだけじゃなくて、人のことも考えられて包み込めるような人だと思っています。私もそんな人、大人になれるように頑張っていけたらなと思います。